お兄様、その後何か変わったことはありませんか？ああ、特に何もない。そうだ、気にしている。み、ほのかと雫が何か。普通の子たちなんだよな。異常な性癖がなく。性癖？じょ、落ち着け。凛は見ているだけなのですか？写真を撮っているようだ。写真に様のですか？羨まし、なんてハレンチな。で、わ、高校生の嫌がらせでいいんだが、首を突っ込みすぎ、嫌がらすぎか。雫、エイミ、一体何をしようとしているの？